割とちゃんとしてんだよね、うん、そうそう、あの別に普通なんだけど面白さは、うん、でも割と真っ当にちゃんとこうドラマを紡いでって、うん、まあもちろんそうなんですけど、うん、それで採算が取れるのかどうかっていうのがちょっと俺にはよくわかんないなと思って、なんか夏に見るには海でさ、うん、ハラハラドキドキして、そうそうそう、なんかこう少し涼しくなるし、うん、しかも見た後でバカよねあの子とか、タイトル、うん、現代シャークバイトなんですけど、うん、じゃあはいお願いします、タイトル会場48 hours に何でしたんですかね。シネマサロン映画業界ヒットの裏側、皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日は会場48アワーズ悪夢のバカンスについて語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがでしたか。普通にハラハラドキドキいい意味で、そうだよね、できてセルベンやフィルムに比べたら普通だよ、ね、なんかサメ映画好きでこのまあ夏のね、はいはい、海みたいな、はいはい、なんかそんなに出来ひどいとも言えないよね、全然すごい面白かったです、ね、すごい満足度高かった、うん、なんかほらこれすごく出来悪いんじゃないのって思ってる人もいるじゃん、思いきや、うん、思いきやっていう感じなんだね、はい面白かった好きですよ、うん、で私はまあ普通かなと思ったんですけどうん、うん、逆にだからちょっと公開規模とかね、うんうん、宣伝とかにこうちょっと非常に興味深いというか、うん、どういう考えでこの作品を、でも夏サメ映画見たい人多いんじゃないっていうことなんですかね、うん、多分、うん、っていうふうにちょっと思いました。あとなんかさ、チケットこれ僕は新宿ピカデリーで見てね、はい、家帰ってあのチケット見たらタイトルが長すぎて乗らないわけですよ、はいはいはい、そしたらね、会場48アーズ悪夢のバカって書いてあるウスが抜けてるんですね。あー確かにこの映画悪夢のバカだなと思ってさ、なかなかうまいところで切るなって思ったんだよ、ね、いいですね、やっぱこの悪夢のバカになったらちょっとねエロいもんね、なんかねバカン、まあ、っていうか悪夢のバカそのものじゃないこれだって、ね、これが面白いなと思ってさ、なんかまともに返されちゃったな。それであれですよ、やっぱほらなんちゅうのこうなんとなく、まあ、こいつらしょうがないんじゃないみたいなとこあるじゃん、あるね、うん、バカだからね、バカだからでしかもその中で最もまともだった女の子だけ助かる、しかもさこれ後でネタバレの時に言いたいよ、ね、でもちょっとネタバレ言っちゃった、何まあいいや、あ言っちゃったか言っちゃったはい、まあでも大体みんな上がってるからね、うん、それは、はい、じゃあこっからはネタバレしかもネタバレしちゃったけどネタバレしちゃったねでも最初にあこの子助かるなっていう候補だなとは思うよ、ね、でも全員死ぬ可能性もあるじゃん、そうそうそう、うん、全員死ぬのかなとももちろん思いましたけど、でもこの子主人公だから、まあ、最後の最後までは生きるだろう、しかも明らかにこの子だけ道徳的にまともだもんね、まともですね、でもこれ結構な公開業ですけど、うん、俺だからそこはちょっと一番まずすごいな、なんでなんでどういう意味、いや難しいなと思うわけですよ、うんうん、あのこれ劇場だってビジネスとして成功する今さ割とその外国映画に求めるものっていうのがね、うんうん、あの例えばさアメリカの超大作であっても、うん、みんな主役の人とかも知らないじゃん、はいはい、でこの人たちとあんま変わんないよね、うん、確かに、だから例えばブラッド・ピットとかレオナルド・ディカプリオ、はいはい、でも仮に彼らがスターだってことは分かってもでもだから見たいとも思わないと思うんだよね、うんうんうん、むしろやっぱり見たいのはその映画の内容、あとやっぱりその誰とどういうふうに映画を見に行く、だからこれも当然ある意味ほらデジタルシネコン時代のあの娯楽映画、うん、でもその時にさもうあんまりこうスターが出てるとかっていう問題じゃないんだよね、はい、その時にだから誰とどうやってそのシネコンに行ってその後お買い物したりご飯食べたりね、うん、飲んだり、うん、まあいろんなものがくっついてくるわけじゃないですか、うん、娯楽だから、はいはい、でそういう時に見るにはまあ気軽だし、うん、あの見てまあなんていうのすりハラハラドキドキ、はい、しかもこの出てる人たちはバカだからさなんとあんまりこう見てても罪悪感を感じないじゃない、はいはいはい、ああ死んじゃったぐらいにしか思わないもんね、ああこの人やっぱりみたいなとこあると思うんだよね、だからそういう意味ではすごい気軽に見られる、うんうん、なんか死ねこしかもこれ上映時間1時間30分ぐらいでしょ、うん、
時間25分だよ、ね、1時間半以下ですよ見られるの、はいはい、だから意外とだから何て言うのかな、お手軽に見られる、本当に娯楽映画だと思うんですよ。だから何て言うのかな、そういういろんなものに組み合わせて見る、娯楽映画としては、まあ、最適なんじゃないですか逆に、はいはい、うん、何も考えなくていいし、まあもちろんそうなんですけど、うん、それで採算が取れるのかどうかっていうのがちょっとよりにはよくわかんないなと思って。そんな高くないんじゃんこれだって元がね、うんうん、だからむしろ日本での加工にお金かけても元が取れると踏んだんじゃない、うん、っていうことなんですかね、うん、だってあのサメ映画としては非常にオーソドックスだから、うん、そこまでなんかこう、でもじゃあ今年のサメ映画動画にあんのって、ね、そういうことですね、うんうん、じゃあ年に1本ぐらいあってもいいよと、年に1本夏にサメ映画見たいし、うん、そのさっきも言ったようにね、うん、買い物とか食べ、何飲み食べ、うん、にくっつけるにはちょうどいい映画じゃないですか。なるほど、ね、しかもこの、ね、横になんか例えばジョーズ級のさ、うん、すごいサメ映画があったらこれかすみますわな、うん、まあそうですね、でもここにそんな上手級のサメ映画なんてないし、ない、ね、うん、前後3週ぐらいにわたってサメ映画これしかないの、うん、でしかもほらなんか夏に見るには海でさ、うん、ハラハラドキドキして、そうそうそう、なんかこう少し涼しくなるし、うん、しかも見た後でバカよねあの子とか、大体あんなとこで浮気してさ写真撮るかねとかさ、いろいろこう、だってスマホかなり奥まで沈んじゃってね、これまた元に戻ってますからね、多分だから耐水性の、まあ、そうなんですよね、うん、スマホだったんじゃないかと思うんだけどさ、あとじゃあね、うん、いい、うん、タイトル、うん、現在シャークバイトなんですけど、うん、じゃあはいお願いしますタイトル、会場48 hours、 に何でしたんですかね悪夢のバカ、いやバカンスバカンスだからバカ、うん、なんでこのタイトル、しかも48時間じゃなくねって思っちゃったんです、うん、ないね、36時間としてこれはなんか予告編でも言ったけど、うん、海底47メートルにあやかったんだ、うん、っていうことですよね、うん、それしか考えない、ね、それとあとほらみんなの記憶の中に年齢がかなりいってる人はエディ・マーフィーが出た何あれは48時間、そうだよ、ちょうどキリがいいのよ、この間も言ってたじゃん自分で、んキリがいいって、うん、なんでキリがいいの、んんもう自分で言った、 24×2 だからってことで、それはえ24だからあんたバカなの本当に、何この間ちゃんと僕がそう、何言ったっけ、2日間でしょ、2日間ね、うん、なんでそれ出てこないのだけどこれ2日間の話じゃないか、いやだから分かってる、そういうね、キリがいい48アワーズ2日間、うん、非常にほらドラマとして想像できやすいじゃない、まあね、で見るとみんな違うじゃない、うん、そうするとこの後飲み屋行って、うん、ちげえじゃんこれ、うん、でまた話題の種になるじゃん、うん、そうですね、しかもこのタイトルはひどすぎる、うん、つって、うん、なんか SNS とかに書いてもらったら大儲け、その方がプラスってことですね、うんうん、わざとやってんだよこれ、だから俺だって主人公助かってね、うん、あの最後海岸歩いてる時に、うん、あの影見たんですよ、うん、影だってほぼ真下だから、うん、ってことは12時ぐらいだろうとかって思っちゃって、でも分かんないじゃんこれ国どこだか、まあそうですけど、これがもしだ北半球だと、まあ、若干の差はあったとしても、うん、やっぱりこう太陽が真上にある時大体お昼ですよ、まあまあそうだよな、うんうん、そしたら36だろうって本当に思っちゃったっていう風にあなたが言及した瞬間に、うん、このタイトル命名者の勝ちなんだ、うん、そうだな、うん、もうやられただけだね、はなからこのタイトルは、うん、もう僕はもうこれインチキなタイトルだっていうのは、海底47メートルだから、ね、もうインチキだっていうのはすぐ分かるわけ、分かるよね、さすが、うん、いやだって言ったじゃんもう横上で、まあね、うん、じゃあ正解なんですかねこのタイトル、僕はこれ正解だと思うよ、うん、シャークバイトってバカじゃないかと思うよね、だってそのタイトル付けて、しかもこれもう一つ現代があってジェットスキーってタイトルもあるんだけど、ジェットスキーで見に来るやつはいないよな、ないね、だしシャークバイトだとやっぱり、うん、あのいわゆる未公開のサメモノに紛れちゃったりもするもん、ね、しかもいかにも B 級感があふれるじゃん、しかもこれすごいのはさね、どこにもサメって書いてないのよタイトルに、うん、そうそう、うん、でもそれってさ必ずセットで見るわけじゃない、うん、このタイトルだけで今見るってことはほぼほぼないから、ないですよ、ね、だからこれでセットで見る前からサメモノってのは分かってますよね、やっぱりそのなんていうの、いつも言うけど映画は俳句と同じで
いかにこの、絵面とかからその何、表現したいものを観客の人に想像させるっていうのがね、うん、でものすごいこれ要するにテレビのスペシャルドラマみたいなタイトルぐらい長いけどあんまり何も言ってないじゃん、うん、会場48時間悪夢のバカンスってさ、うん、だからそこがまたそのこういうのとセットとして考えた時に観客にいろんな想像をさせるわけじゃない、うん、しかももうサメ映画だってことはさ予告編見てこれ見てれば大体わかるし、うん、それを見てない人は多分これ見に来ないと思うから、うん、それも全部セットでみんな丸々見て映画見に来るっていうことです、ね、その時だから期待してる何かっていうのはまあ十分見せてくれると思う映画だと思うんだよね。まあ見終わった後にしかも何も残んないよねある意味でね、そこがまたいいんじゃないのかな。ああ面白かったってこと、ああ面白かったくだらないみたいな感じでみんな出てって、しかも多分ツッコミどころが満載なんで、そのツッコミどころは満載、ね、キャラクターにしてもそのやってる行いにしてもね、うん、バカじゃないのだってジェットスキーごとぶつかってバカじゃないのとかさ、あれ骨見えたってこととかさ、だからみんな終わった後で飲み屋とかでみんな話してると思うわけよ。もうそれでもうこれは勝ちなんじゃない、うん、T さんはいかがでしたか。私もこのタイトルいいなと思って、海底47メートルを見てたので、なんかやっぱりサメ映画で、あ今回は海上なんだみたいな感じで、海底47メートルもサメ映画なんだ。そうです、海底ですね、だからあっちの。だからなんかまあそんな感じの内容だろうなと思って見に行って、まあ期待通りというか、これビデオのタイトルだよね。そうですね、そうですね。だから要するにパチモンつけた時にさ、そうゼロとか勝手につけるのとほぼほぼ同じだよね。だから俗夕日のガンマンとかさ、同じだよねそれとね。でもやっぱりその海底47メートルを見てた人にはやっぱり響くんでしょうか。覚えてたんで、あのだからあのタイトルも良かったですよね。なんか海底47メートル、そうです、だからあれを覚えてたんで、あこれも面白そうだなって。勝手に監督は海底47メートルシリーズって言ってるもん。シリーズかい。じゃあまだありますね、うん、これやるんじゃない、まだまだ49な、空中480キロとかわかんないけどさ、なんかやるかもね。なんかでもこうぶつかってみんながこう、うん、ぶつかった後にあ48時間続くんだこれがと思ってこうワクワクって見れて、まあ、どうやって48時間乗り切るんだろうみたいな、誰が死んでくんだろうみたいなね。でメインの子もなんか可愛らしかったし、うんうんうん、あのビッチも可愛かったじゃん。あの可愛かったよね、どうだ半分。もうここに後ろにキャラクターがさ、もう真面目な優等生、陽キャな彼氏、マイルドビマルチとかさ、体育会系マッチョとかお調子もとか書いてんだもん。これがまたさ、あのツッコミどころじゃない、うん、あのだからね、うん、テレビドラマ見てなんか飲んで騒ぐのと同じ感覚だよね。だからなかなかその辺はギャガだよね。これギャガの宣伝チームはうまいことやったと。みんなのこう若者たちが見に行くシミュレーションをいろいろ考えながら、そうなるんじゃないこうなるんじゃないみたいな感じでやったんじゃないのかと思うんだよ。だからこれだから問題当たってんのかどうかじゃない、うん、これないでしょ数字。ないですね、数字知りたいよねこれね。どうなんでしょうね、どのぐらいの金額で。多分しかも買い値さ安いよね相当、うん、多分そこまで高くない、言っても10万ドルぐらいじゃないのこれ。いや今10万じゃ買えない、いや逆あ5万高い値段を出さない。これは10万ドルぐらいだと思うんだけどな、これ。でもなんか超 B みたいな、んかそんなに変な映画的にはね、そうそう、まあ、B じゃないよ、うんうん、これ多分ね、イギリス映画だからだと思うんだよね。割とちゃんとしてんだよね、うん、そうそう、あの別に普通なんだけど面白さは、うん、特別なことほぼほぼ一切ないけどでも割と真っ当にちゃんとこうドラマを紡いでって、うん、なんかほら浮いている死体とかさ、うん、ね、一人が助けに行くとあとちょっとで届かないとかさ、まあ、なんかあの王道パターンを全部いろいろやるみたいなとこじゃん。あとビッチがさ血のついたあのあれを着るとかさ、いやだ着てないとか言いながらあのさいちいちあれおかしいよね、あるよね。だからそういう風にあの見ている人たちに後でいろいろ話させるポイントをあのドラマとしては盛り込まれていて、
まあ、ツッコミどころというかその後でみんながぐちゃぐちゃいろいろ言うことをね。だってあのサメ最後海岸でバタバタってないから。ない、うん、絶対やんないから、うん、サメ持ったら頭いいから。だってここも、うん、引き返すと思いますよ。もうその浅瀬に来たら、うん、来ないよ。だしもっとね早いから。しかもあのサメさんビヨーってきたの一発で食ってんのよ結構いっぱい、うん、あんなに切羽詰まってあの女追いかけてくるってことはないと思う。あんまりないですね、うん、だって映画の中でも言ってんだもん。サメはさその食べてどのぐらい空腹かの状況によるって冷静に真面目な優等生が喋ってんだからさ、うん、なんか毎日食ってんだあんなね。さっきもあの彼氏食ったばっかだし、まあいいや。ツッコミどころはまあね、王道としてツッコミどころもあるっていう感じでした ね、うん、ね、よくできてるよね。あの普通によくできてるよね、うん、なんかあの言い訳的にこう、うん、サメの旧映画出てて、うん、ツッコミどころを自分で丸バツつけてて、これちょっとなかなか面白かったですね、自虐だね。そうそう、だから正解不正解ってこう、あ、面白いですね。面白い、なるほど。じゃあ映画の中の、いやそういうことはありませんよっていうのを言われる前に自ら解説されてるっていう、はい、ちょっと面白かったです、はい、はい、ということで、はい、本日はまあなんか、はい、暑い夏のね、はい、なんか一服の清涼剤です。うん、それとあとその買い物とかご飯とか飲み食べとかね、はい、まあ、いろんなものにくっつけて、はい、そのたわいない映画を、まあ、カップルとか友達同士で見るには最適な映画じゃないですかね、はい、ここで最後でおすすめしてどうするんだっていう感じはしますけどね、はい、まあ、そういうねエンタメ系お好きな方はぜひ、まあ、真面目に考える映画がお好きな人には絶対勧めませんけど、はい、なんかそういうついで映画としては最高にいい映画じゃないかと思いました、はい、まあ、この夏にご覧いただきたい映画とかですね、はい、本日は海上48アワーズ悪夢のバカンスについて語ってまいりました。どうもありがとうございました。Thank you.